大海鉄道、大海鉄道株式会社、大海鉄道は、滋賀県東部で、陸運業、鉄道事業、バス事業を中核として営む企業、西部グループの会社である。滋賀県下で最古の私鉄である。近隣の鉄道会社やバス会社などと何度か合併を行ったほか、親会社が二度にわたり変遷しているが、社名や、社門は、会社設立時から、 一切変更されていない。明治期に発足した私鉄のうち、創立以来社名を一度も変更せずに、存続しているのは、大見鉄道の他東武鉄道と島原鉄道がある。かつて、大見鉄道の略称として、近鉄が使われ、読み方は、近鉄であった。しかし、1944年の近畿日本鉄道発足後、近鉄は、 同鉄道及びそのグループ会社の略称として使われるようにり、近畿日本鉄道社名も参照。大見鉄道を近鉄と呼ぶのは、年配の大見鉄道沿線住民に限られるようになった。現在では、近畿日本鉄道と混同する近鉄は避けられ、行政や新聞など固い文脈で用いられる際には、略記せず、砕けた愛称としては、ガチャコン電車が定着。 比較的若い世代を中心にガチャとも略されている。ガチャコンは電車の走行音に由来する。戦後一貫して西武グループの会社であることから、電車は元西武401系電車など西武鉄道の中古車両をタめ車とする改造車両を主力とし、バスと一部の鉄道車両には西武鉄道系列の企業らしくダイオズカラーやレオマークが施されている。また、 社員が西部ライオンズ当時の応援に借り出されたことがある。1985年の日本シリーズで兵庫県西宮市の阪神甲子園球場では地元阪神タイガーの応援が圧倒的であり座席の確保もままならない状況でライオンズファンを球場内に少しでも多くアピールするため地理的に近い同社社員が駆けつけたものである。なお、この時の成績は ライオンズの2勝1敗であった。また、シーズン中のライオンズの関西遠征に伴うバス、ライオンズカラー、レオマーク付けによる選手送迎も行う。近畿地方の公共交通機関が多く加盟している、スルッと関西に加盟しておらず、大見鉄道の鉄道、バスの全区間で、スルッと関西対応カードやピタッパー、愛子かは利用できない、全駅にわたって、 IC タッチセンサーなどを含む自動改札機そのものが設置されていない。なお、大津営業所管内の一部の路線バス、大津市の瀬田地区と草津市内の一部路では、自社専用の大見鉄道バス IC カードが利用可能である。ただし、主に立命館大学の利用者が使用する前提であり、バス IC カードには立命館大学を表す R マークと立命館の路が描かれている。 2010年3月までの旧本社社屋は、彦根市立東中学校だった建物、木造校舎を使っていた。滋賀県東部では1889年、明治22年に、東海道本線が開通し、翌1890年、明治23年には、関西鉄道草津駅四日市駅間が全通した。しかし、古藤平野内陸部、愛知郡神崎郡。 鴨毛郡の大部分は両鉄道ルートから外れたため、古島平野を縦断して、東海道本線彦根駅と関西鉄道深川駅、玄江南駅を結ぶ、鉄道計画が持ち上がった。旧彦根藩氏族と有力大見商人を中心に、大見鉄道株式会社が設立され、初代社長には、地元の名手であった大東義鉄が就任。1896年、 明治29年6月に会社設立認可及び鉄道敷設免許が下り、同年9月から鉄道建設工事が開始された。建設工事では、後に関西鉄道社長に就任する工学博士白石直次が敷設工事の監督顧問に当たった。彦根市川館が百九十八年、明治十一年に開業し、1九百年、明治十三年に、 彦根清いは当初の計画から変更間が開通した。関西鉄道と大見鉄道の縁は深く、関西鉄道設立の発起人、安倍一郎兵衛は、大見鉄道第三大社長を務めた。大見鉄道は会社設立当初から資金難に悩まされた。終着駅が深川から高尾川に変更されたのも、距離の短縮によって建設工事費を削るためであった。 1898年、明治31年1月に、西村捨造が代表取締役を辞任した際には、新久世経営という教訓を残しており、現在も大見鉄道本社ビル脇にこの言葉を刻んだ石碑が建てられている。一部の沿線住民から、近鉄をもじって、近鉄と、あだなされたり、上り列車は、借金と走り、下り列車は、タらん。 カランと走ると冷やかされたりしたこともあるという。あとに、電化のため、電力会社の宇治川、電気、関西電力の前身の一つの系列に入ったが、その後太平洋戦争中の電力統制政策に、伴い宇治川電気は、鉄道事業を手放し、1943年、昭和18年に、大見鉄道の沿線である、愛知郡や儀章村、 現在の愛称町出身の堤康安次郎を率いる箱根土地、後の国土、現在のプリンスホテルの経営参加に入った。その縁もあり、堤康安次郎の長男、堤清氏が大見鉄道の社長を務めていたこともあった。1944年、昭和19年、戦時統合によって、陽海地鉄道を合併して、陽海地線としたが、その一部である新陽海地みその間、 ミソノ線、または飛行場線とも呼ばれたは1948年、昭和23年に休止され、1964年、昭和39年に廃止された。以下の3つの路線を営業しており、全線で電気運転となっている。電車はワンマン運転で2両編成で運行している。かつては電力施設減を目的にレールバス、機動車も使用していたが、 コスト節減効果が思ったほど大きくなく、通勤通学時間帯の混雑対処困難や、あまりの軽量で、踏切が正常に作動しないなど、小型車ゆえの弊害の方が目立ったため、導入から10年で使用を断念した。主要駅である、大見八幡駅や妖海地駅でも1日の乗車人員は2008年度で、それぞれ2371人。 2050人と3000人にも満たない。鉄道営業は赤字となっており、東大見市をはじめ沿線自治体が全額負担している。2013年3月16日のダイヤ改正から、全路線が4つの区間に分けられ、それぞれの区間に相性とラインカラーが設定された。本線の前原、高宮間を呼び、多賀線は、彦根、多賀大社線で、ラインカラー赤。 本線の高宮、妖怪地間は、古東大見路線で、ラインカラーは、青、妖怪地線は、万葉赤根線で、ラインカラーは緑、本線の八日、市、木深川間は、水口、川の一区の線で、ラインカラーは木である。日本の私鉄路線としては珍しく、21世紀に入っても、全区間において、回数等の制限なく普通乗車券での途中下車が、可能であったが、 2015年4月以降は、普通乗車券は、下車前と無効となり、途中下車はできなくなった。自社の彦根工場は創業以来100年以上の歴史があり、全般検査や改造は、自社で行うほか、オリジナルな車体の新規製作、中古車体の延長工事などを行った実績も多い。明治末期から大正時代にかけては、小型客車2両の大枠。 車体を結合して大型ボギー車に改造するという大胆な改造工事を成し遂げたことさえあるなど、地方施設の工場としては非常に高い技術力を持っている。他社から中古車を購入し、自社工場で使い勝手の良いように改造して使用することが多い。2012年時点で旅客営業に使用されている車両の多くが西武鉄道からの譲渡車である。 彦根工場での大掛かりな改造を受け、原型を止めていないものも多く見られる。ほとんどの車両がブレーキを電気指令式ブレーキに改造している。以前は吊り掛け駆動方式の電車にも、この改造が施された。彦根駅の北側には、貨物ヤードが存在したが、貨物輸送廃止と共に役目を終えた。しかし信号機こそないものの、線路と河川の一部が現在でも残っており、 この線路を使用して、車両の受け渡しを行っている。路線にカーブが多く、車両の建築限界は、大手施設に比べるとやや小さい。近年西武鉄道から購入した20メートル車体の大型電車を自社改造の上導入した際には、ホーム等の建築限界に接触する、関係上、車体下部の四隅を三角形に切り取るカニー面取り改造で、 限界定食に対処するというユニークな手段を用いた。現存する電車で最も古いものは、1898年、明治31年の創業当時の客車を改造したことになっている。もし本当ならば、車齢100年以上であるが、実際には改造車という名目で、車席のみを流用し、他社からの中古車両にそっくり、入れ替え、すり替えてきたものである。 したがって、現在保有する電車は、実際には、創業時の客車とは、何の関係もなく、書類上のみの、日本最古の現役車両である。大見鉄道ではこの、入れ替え措置が数度に及ぶ車両、車席もあり、中途での部分台改造や、車庫での火災消失などによる、記録の喪失などの混乱とも合わせて入れ替え実態が、不明瞭な、車席も多く、鉄道車両版の、 テセウスの船と化した車席が極度に多いことから鉄道車両士研究者の興味深い研究対象となっている。私鉄では数少なくなった電気機関車を2011年現在も所有している。前世紀は入れ替え用も含め12両が在籍した。1988年3月12日を最後に貨物列車が廃止されたため用途が激減したにもかかわらず、 解体処分されることなく大部分の車両が、彦根車庫に旧車状態で留置され、一部の車両は、工事列車や除雪、入れ替え作業を中心に使用された。イベントでは、旅客列車に使用されたこともあるが、客車は在籍していなかったため、パンタグラフを下ろした電車を客車に見立てて牽引した、ほか、ED14 を2機使用して、プッシュプル運転を行った実績もある。 しかしどの機関車も車齢が80年を超える老朽化が進んでいることや ATS の装備や予備部品の確保が困難な点などから現在工事列車の任は220軽電車に役目を譲っている現在では一部の車両が車席を持つものの本線運転は困難な状況にあることからイベント等で校内側線を移動する程度に止まっていたなど 事実上の胴体保存機に近い状態であった。これらの機関車は保存の要望が強く、ED4001 は東武博物館へ譲渡され、その他の機関車も彦根駅に隣接する大見鉄道ミュージアムに保管されている。また、本社のホームページでも、電気機関車に関する専用ページが用意され、保存をアピールしていたが、2017年末に ED31 の3機が解体され、 今後も順次解体していく方針であると発表した。2004年頃までは、彦根駅構内の片隅に使われなくなった車両の残骸が大量に放置されていたが、彦根駅の再開発により一部の車両を残して解体処分された。前述の電気機関車のほか、ディーゼル機関車、レールバス、貨車、果てには、郵便電車や木造電車までもが留置されていた。 このうち電気機関車とレールバス1両、一部の貨車が処分を免れ保存された。その間保存が決定していた車両は一部を除き、高宮駅の側線へ疎開していた。このほか、西日本旅客鉄道、JR 西日本の関西一ーパス、周期のみ、東海旅客鉄道、JR 東海の、JR 東海 &16 支鉄乗り鉄、旅切符で、 大海鉄道全線が乗り降り自由となる。いずれも、高鉄道では販売しない。大海鉄道グループのバス事業は、滋賀県の南部からことを古北にかけて広くカバーし、一部自治体のコミュニティバスの運行を受託している。彦根地区、長浜地区は、子会社である湖国バスが運行している。かつては、大阪府大東市や京都市伏見区。 名古屋市港区にも観光バスの営業所が存在した。また高速バス事業も手掛けているが、2008年4月21日をもって長距離路線から撤退している。鉄道同様、バスについても年配者を中心に近鉄バスと呼ぶことが昔はあった。所有車両のほとんどが、ド、トラックス、旧、日産ディーゼル製の車足に、富士中工業製のボディを仮装したものだが、 2000年式より、路線車のみ、西日本車対抗行政を仮装している。西部グループということもあり、西部観光バスや西部高原バス同様、西部バスからの転属車が複数台存在し、現在でも中古車の転属が続いている。観光車と高速車は4桁の車番があるが、繊維を3にしている。1は、西部バス2は、伊豆箱根バスのグループが使う。 一般路線バスのデザインは青、赤、緑の汚染が入った初代のライオンズカラーである。ライオンズカラーになる前、昭和50年代後半昭和60年代は、白地に赤と緑の汚染が入ったデザインだった。この旧デザインは2013年に昭和カラーとして復刻され、9月3日に報道陣に公開、7日に森山市内で運行を開始した。はじめは、大津。 あやめ両営業所管内のみであったが、後に8日、市営業所管内にも導入された。記念乗車券も2度発売されている。その後貸切バス及び2014年11月に、参入した京都定期観光バス車両の一部に、新ライオンズカラー、レジェンドブルを採用した車両も導入している。一下では、土星以外の車両について記述する。このか愛称庁にある、 つつみやすじろう成果の維持管理を行っている。微和子放送の大口株主であり、1979年、以後 BBC ライオンズアワーとして、ライオンズの試合を放送している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。